主体の有明アリーナ公演で波乱 SNS で話題のグッズ販売の問題点を徹底解剖2024年6月13日から始まる有明アリーナ公演開催を待ちわびるファンにとって嬉しいニュースが飛び込んできたなんと会場でのグッズ販売が決定したのだ公演チケットがなくても購入できるという知らせに SNS 上では喜びの声が溢れている。しかし、その一方である問題が浮上している。それはオリジナルペンライトトップの会場販売がないことだ。昨日ギリギリ追加でポチったのですが、ペンライトトップが買えなかったので購入しようと思っていたのに、販売開始後すぐに完売してしまったペンライトトップを 会場で購入しようと計画していたファンの落胆の声が聞こえてくる。会場販売は、転売やヤー対策や、当日給に参戦を決めたファンへの救済策として有効であることは間違いない。しかし、今回の決定は、欲しいものが買えないという、ある種のジレンマを生んでしまっているようだ。熱狂的なファンであればあるほど、その気持ちは強いだろう。 ライブの必需品とも言えるペンライト。その中でも、今回のオリジナルペンライトトップは、特別なデザインや機能が盛り込まれていると噂されており、ファンにとっては喉から手が出るほど欲しいアイテムなのだ。運営側は全公演終了後、渡ベオフィシャルストアにて期間限定一部アイテムに、限り事後販売を予定と発表している。しかし、再販も何卒検討をよろしくお願いします。 いつまででも待ちますので、全商品受注生産で受け付けてください。と、自後販売への期待と、受注生産を望む声が後を絶たない。中には、ナンバーアンダーライン愛の T シャツライブ終了後までに、みなんが購入できるように大量に発注しておいてくださいね。タッキー儀式お願いします。と、運営側への具体的な要望を伝える熱心なファンもいる。今回の件で、 改めて浮き彫りになったのは会場に行けるファンと行けないファンの間にある格差だ。地方からじゃ行けないいつか会場に行ってグッズを買える日が来るのかな会場に足を運ぶのが難しい地方在住のファンからはオンライン販売への期待が高まっている。他のアーティストのグッズ欲しい時は都合行かないといけないのかな地方民には厳しい。 グッズ販売一つとっても多くの人の思いが交錯し複雑な問題が絡み合っている需要と供給のバランス、転売対策そして全てのファンのニーズに応えることこれらの課題をクリアし誰もが笑顔になれる理想的なグッズ販売の形とは一体どのようなものだろうか今回のグッズ販売に関する一連の流れはファンの熱意と運営側の配慮 そして、誰もが満足できる完璧な解決策を見つけることの難しさを私たちに突きつける。運営側の今後の対応、そして、ファン一人一人の行動が、未来のエンターテイメントの形を大きく左右していくのかもしれない。例えば、自己販売における抽選制の導入や、一定期間内の購入制限などを設けることで、 より多くのファンに商品が届く可能性を高めることができるかもしれない。また、オンライン販売と並行して、期間限定のポップアップストアを全国各地で開催することも有効な手段となり得るだろう。さらに、ファン同士が交流できる場を設け、グッズ交換や譲り合いを促進するのも良いだろう。公式に交換掲示板を設立したり、 ファンコミュニティ内で自主的な交換会を企画したりすることで、欲しい人が欲しいグッズを手に入れる機会を増やすことができる。運営側とファンが協力し、創造性を活かして新たな解決策を生み出すことで、誰もが満足できるより良いグッズ販売の形を実現できるのではないだろうかこれは単なるグッズ販売の問題にとどまらず、 エンターテイメント業界全体が抱える課題と言えるだろう。テクノロジーの進化や社会の変化に合わせて従来のシステムを見直し新しい時代に対応したより公平でより多くの人が楽しめる仕組みづくりが求められている。私たち一人一人がこの問題について真剣に考え行動を起こしていくことが 未来のエンターテイメントをより良いものへと導く鍵となるのではないだろうか。グッズ販売の問題は、アーティストとファンをつなぐ大切な架け橋である、グッズ、そのものが持つ意味や価値を改めて問いかける契機となるだろう。単なる収益源としてではなく、アーティストの思いや世界観を表現し、ファンとの絆を深めるためのツールとして、 グッズの存在意義を再定義する必要があるかもしれない。そのためには、グッズのデザインや品質にもこだわり、ファンにとって宝物となるような、長く大切にしたいと思えるアイテムを創造していくことが重要となるだろう。アーティスト自身がグッズ制作に積極的に関わることで、より思いのこもった、特別なアイテムが生まれる可能性も広がる。また、 環境問題への意識の高まりを背景に、サステナビリティにも配慮したグッズ制作が求められる時代となっている。リサイクル素材の活用や、過剰な放送を控えるなど、地球環境に配慮した取り組みを進めることで、アーティスト、ファン、そして地球にとっても優しい、持続可能なグッズ販売の形を目指せるだろう。テクノロジーの進化は、 グッズ販売の可能性を大きく広げる AR や VR 技術を活用したこれまでにない全く新しいグッズ体験を提供することも夢ではない例えばアーティストのライブパフォーマンスを 3D で見られる VR グッズやアーティストとのバーチャルデートを楽しめる AR グッズなど想像力をかきたてられるような革新的なアイテムが登場するかもしれないしかし テクノロジーに頼りすぎるのではなくあくまでもアーティストとファンをつなぐ心を大切にすることを忘れてはならないどんなに素晴らしいテクノロジーも人の温かさに勝るものはないだろうファンレターへの丁寧な返信やファンミーティングでの交流などアナログなコミュニケーションを通して心のつながりを育むことも同じくらい重要だ今回のグッズ販売をめぐる騒動は 私たちに多くの課題を突きつけると同時に未来への希望も示唆している。アーティスト、ファン、そして運営側が三味一体となって知恵を出し合い行動を起こしていくことでエンターテイメントの未来はより明るく希望に満ちたものになるだろう。そしてこの議論は日本のエンターテイメント業界全体、ひいては世界にまで視野を広げることができるだろう。 グローバル化が進む現代において国境を越えたファンの獲得はアーティストにとって重要な課題となっている。海外からのアクセスを容易にする多言語対応の EC サイト構築や海外発送に対応した物流システムの整備などグローバルなファンベース拡大に向けた取り組みも必要となってくるだろう。同時に各国の文化や慣習を尊重し、 それぞれのニーズに合わせたきめ細やかな対応も求められる。例えば、イスラム圏のファン向けに宗教的な戒律に配慮したグッズを制作したり、言語や文化の壁を越えてファン同士が交流できるような国際色豊かなファンコミュニティを形成するなど、多様性を重視したグローバルなエンターテインメント体験を提供することが重要となる。